疑う衝撃の発言、そのインタビューの全貌をご覧いただこう。フロリダ州パームビーチ郊外、ゴルフ場を思わせる広大な敷地の中でエドガー氏は静かに暮らしていた。家の中の壁は彼のアポロ宇宙飛行士としての偉業を物語る写真や表彰状などで埋め尽くされていた。これは当時のニクソン大統領から贈られた感謝状。月着陸船のコントローラーです。エドガー氏は月面での船外活動最長記録も持っている。そこでまずはどうしても気になるこの疑問をぶつけてみた。アポロ月着陸疑惑。人類が初めて地球以外の星に降り立った初の月面着陸から来年で40年。だが現在月着陸は行われていない。なぜなのか。果たして40年前の科学レベルで月着陸は本当に可能だったのか。そんな疑問から地球上で撮影したやらせ映像だとする声がある。エドガー氏は本当に月へ行ったのか。私の一番の答えは、当時ソビエトと熾烈な宇宙競争を行っていた中で、アポロ月着陸の作られた映像を流して成功したと発表したところで、競争相手のソビエトは決して騙されないってことです。アポロ計画における月面着陸は紛れもない真実だと断言したエドガー氏。一方、NASA の裏側を長年追求している今野氏はアポロ計画について。アポロ計画そのものはですね、皆さんが思っているのは科学探査じゃないんですよ。軍事偵察、軍事目的、もちろん軍事偵察は人類相手じゃなくてですね、アポロ計画は月に出現する UFO 探査が目的だったという。果たしてそのような事実はあったのか。では一体エドガー氏が握っているという宇宙人に関する政府レベルでの極秘情報とは何なのか。実は私はロズウェルの近くで育ちました。私が小さい頃、あの事件は実際に起こり大騒ぎになりました。ロズウェル UFO 墜落事件。アメリカニューメキシコ州ロズウェル。今から60年ほど前の1947年7月、ロズウェルの山中に謎の飛行物体が墜落。軍が回収に向かった。そして空飛ぶ円盤を回収したと発表。そのニュースに世界中が驚いたのもつかの間、軍はすぐに発表を訂正する。回収したのはモーグルと呼ばれる新型観測気球だったというのだ。また宇宙人の遺体もあったという噂は、パラシュート実験用の人形だと否定した。だが長年にわたり、このロズウェル事件は政府による宇宙人隠蔽ではないかと言われ、映画でも格好の題材に。なんと今年公開されたあのインディ・ジョーンズでも。The body we found in New Mexico was not the first. We'd already dissected two others from similar crash sites in Soviet Union. Saucer men from Mars. UFO 墜落事件は本当に起こっているのだろうか。事実です。政府は地元の人に口止めをしました。私が月から戻ってきた時、
地元の人がやってきて、この事件の真実を隠したまま墓には入りたくないと言いました。私がペンタゴンに行って確認したところ、すべて事実だと分かりました。エドガー氏によれば、ペンタゴンには UFO の調査機関があり、そのメンバーと接触。ロズウェル事件に関する極秘の情報を得たという。さらに、UFO の残骸は政府が回収して、当時調査の拠点だったライト・パターソン空軍基地に運ばれました。3つの宇宙人の遺体もです。エドガー氏によれば、その宇宙人は小さな体に大きな頭、アーモンド型の目をしていたという。その通りです。だが、なぜロズウェル事件当時の大統領トルーマンは UFO 情報を隠蔽する必要があったのだろうか。隠蔽した理由は、ロズウェル事件が起こったのは第二次世界大戦が終わり、次にソビエトとの冷戦が国民の脅威になっていた時でした。そんな最中、宇宙人の脅威が加わったのです。驚くべきテクノロジーを持った彼らが友好的なのか、侵略を目的にやってきたのかも分かりません。社会的混乱を招かないためにも隠蔽したのです。嘘は60年間も続いてしまいました。アメリカ政府はロズウェル事件以降、60年もの長きにわたってさまざまな UFO 情報を隠蔽してきたというエドガー氏。ペンタゴンで聞いた内容は驚くべきものでした。ロズウェル以外でもいくつかの UFO の墜落事件は起こっています。我々はペルーで起きたという UFO 墜落事件のスクープ映像を入手。古代における UFO の発着基地ではないかとも言われるナスカの地上絵で有名な南米ペルー。1974年、ペルー山中に UFO が落下。山菜を取りに山に入っていた村人がそこで驚くべきものを発見した。村人はその遺体を密かに持ち帰り、山小屋に隠したという。これは UFO 墜落事件から数年後、その宇宙人の遺体を撮影したという映像だ。この山小屋の中に村人が隠していた宇宙人の遺体があるという。木の箱の中に。墜落、村人が宇宙人の遺体を発見したという。これは UFO 墜落事件から数年後、その宇宙人の遺体を撮影したという映像だ。この山小屋の中に村人が隠していた宇宙人の遺体があるという。木の箱の中にミイラが。異様に大きな頭をしている。体長はおよそ1メートル。手足とも指は4本。これは本当に宇宙人の。この映像をエドガー氏に見てもらった。遺体ですね。ペンタゴンでこのような宇宙人の映像を見たことがあるのか。墜落があったという話は聞いていますが、この映像に関しては何とも言えません。
ただこのような姿の宇宙人以外にもいろんな種類の宇宙人が来ているという話は聞いたことがあります。すでに地球上にはさまざまな姿形の宇宙人が来て活動しているという。これは今年4月11日テキサス州に出現したアダムスキー型と呼ばれる UFO、 何かのサインなのだろうか。 UFO が浮かんでいた真下の地面には小型のミステリーサークルが残されていた。ほとんどは有効目的でやってきています。もし彼らが地球を侵略する気だったら今頃はもう地球上に人類は存在していないでしょう。ただし宇宙人の人種の中には侵略を考えている宇宙人がいるかもしれません。昨年番組が紹介したこの映像も、エドガー氏の発言を裏付けるものだったのか。スコット、隕石のような物体から出てきた緑色の生物が、宇宙人の侵略は始まっているのか。人間との交配種を作っていると考えている政府もあります。宇宙人は人間との交配種をすでに作っているというエドガー氏。アブダクションと呼ばれる宇宙人による誘拐事件はそのために行われているということなのか。